どうも皆さんこんにちは、桃鉄界のディビジョンです。なんかまあツイッターをちらっと長いことチラ見してたんですけど、桃鉄の新作が出るというふうになんか聞きまして、で、まあ、本当はね、その情報が出たその日に動画撮りたかったんですけど、僕ちょっと都合で青森にその時いてね、まあ、撮れなかったんですよ動画。なんで何もまだ知らないです、ぶっちゃけ。ほとんど何も知らない。本当にちょっと公式サイトチラッと見ただけですね、チラ見しただけです。なんで今からその任天堂なんだっけ、なんか任天堂ダイナソーみたいなやつ、任天堂ダイナソーってなんだよちょっと今から見てみようじゃねえかということでですね、まあそれに加えて、まあ、昔こんなんあったよね。そう、なんかワールドらしいからね。昔ワールドっつったらなんかこんなんあったよな、みたいなのをなんかちらほら言えたらなっていうふうに思います。はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、これだよな、多分2月9日でしょ？今日撮っての11日の午前1時ですね。はい。またなんか変な時間になってますが。こっからかな、多分。おお、すげえ、これなんか見たぞ、ツイッターで。なんか送ってきてくれたよね、誰か忘れたけど。すげえちょけてんな、貧乏神。どうしたお前、お前そんなんじゃなかったやろ。お、わお、基本飛行機なのかな、思ったけど。いや、桃鉄希望だらけだよ今。すげえ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 。いや違う、撮影なんて押してない。わ、ちょっと待って、情報が多い。これ止めれた。すげえ、あの青島って何なんだろう、青島刑事、絶対違うよねすごいしか言ってないけど、すげえぞ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 。札幌プラス駅で、なんかその下にも売り場あってね。ってことは多分秋田なんだろうな、あれ。秋田があるってことは、まあおそらく生ハゲいるでしょうね多分だけどな。で、東京、京都、大阪と。はぁ、で、福岡からフェリーになってんだ。てかさ、球体？なんか球体だよね、マップが。なんかちょっとだけさ、すっごい大きい球体になってる感じするけど。だよね。すごいね。全体マップこんなになってんの、これ。最短経路とかなんかあるね。あの今までのピンクの矢印とかじゃなくなったんかな。てか、全体マップが、ちょっと待ってね。全体マップめっちゃ雲で見えにくいやんけ。すーご。おー、飛行機だ。すげえ、飛行機だよ、これ。飛行機になってるね。2って書いてるけど、これは何なんだろう。なんか急行使ったらこれになるとか、急行カードじゃないとかかな、今回もしかして。そんなことある？ニューヨーク、コロンバス、コロンバスなんや。コロンバス。ワシントン DC、ナッシュビル。すげえな、なんか懐かしいな。普通に、なんかアメリカで懐かしいな。上はなんか空路がなんか結構むちゃくちゃに配置されてる感じするね。ほら、そこにあるし。あとなんか、駅に模様あるね。プラス駅だったらほら、なんかあの四角が4個並んでて、赤マスやったらそのなんか、あ、プラスってことか。そういうことか。ああ、そういうことね。線でプラスになってんのか。で、マイナスはマイナスになってんのか。そういうことね。で、あのなんか、ダイヤ型というかね、ダイヤの形になってるやつがカード駅なんだね。45度回転させたやつっていうの。やっぱ基本は汽車なんだろうな。基本は汽車だけど、急行とかなんかそういうのを使ったら、ああいうのになるのかな。多分。これどこっていうか、これアフリカ？これどこや？アフリカか。これヨーロッパだね。フランクフルト。あ、ベルリンとかあるね。ロンドン。なんか、前の DS の時のワールドだと、それこそあの、ロンドンが最初スタートでしたよね。なんか、思ったけど、あの、DS の時より多分マップは狭いのかな？見た感じ。ね。DS の時かなり膨大だったもんな、マップかな。でかすぎて正直50年じゃ遊びきれねえよって思ったけど、今回はちょっとそれよか狭くして、遊びやすくした感じかな、多分。なんかそんな気はしますね。でも目的地まで40何マスとかは普通にあったから、まあ、またおそらくロイヤル EX かリニア周遊限になっちゃうのかな。てか、リニア周遊は存在するんでしょうかね。ていうか、前のワールド通りだったら、全物件独占の報酬とかが全物件制覇カードとかになるけど、今回はどうなんだろう。今回も金列車なのかな。いや、すげえ。南極基地があんの今回。ちょっと待って。南極基地って今さらったったよな。南極あんの今回。南極ってあったよね今。あったよね。俺の見間違いじゃないよね。
あ、ほらほら、南極基地ってあるわ。絶対これ2倍だろ、目的地。絶対2倍枠でしょ。ねえ、今までで言うハワイ枠でしょ。南極基地って絶対。絶対2倍やろ。え、わかんないけど。だとしたらちょっと熱いよね。すげえな、南極もあるんだ、今回。じゃ、前回の DS の、ワールドとは全然別って考えた方が良さそうだな。そしてまた多分、待って、ヤシャ姫、エロ!エロくね、ヤシャ姫。ちょっと待って、エロ。エロって言っちゃった。ちょっと待って。最低だわ。あ、でもなんか、あれだね、なんか、このニュースの放送してる場所っていうのかなは、前作と特にデザインは変わってなさそうだね。なんかね、そう、これって昔の作品ね、毎作ちゃんと違ったんですけど、今回はそこは一緒みたいですね、多分。まあ、ヤシャ姫が可愛いから全然いいでしょ。てか、ヤシャ姫思ったよりおっぱい。はい、よくない。お、待って、落ち着け。まあまあ、一旦それはいいとして。ジャンヌダルクかっこよ。ジャンヌダルクかっこよすぎないか。この人はそうね、前回のワールド、それこそ DS のワールドだと、途中で離脱しちゃう方なんですよね、ジャンヌダルクさんってね。なんだっけ、もともと確かジャンヌさんって、なんか、魔女だっていう風になんか決めつけられて、火炙りにされた方でしたよね、確かね。多分、その史実に基づいてっていうことなんでしょうけど、すっごいな。今回もその仕様だったらちょっと熱いな。まあでも、多分その仕様は残ってそうだけどね。ヨーロッパの物件を何件か獲得して、でまあ、なんか十数ヶ月後ぐらいに離脱するみたいな。多分そのパターンだと思うけどな。ジャンヌ・ダルクがすげえかっけえな。普通に。かっけえな。ぜひ味方にしてえわ。すごい、モンストのアーサーを思い出すわ。はいはい、いいね。で、これは何これ何、桃太郎ケーキとかな、これは何?ブラックフライデーとかなんか、リーマンショックとかなんか書いてない?リーマンショックとかニクソンショックとか書いてるね。これ何?前か。で、これは、あれか、カジノ。あれだね、多分ラスベガスじゃねえわ。ラスベガスで合ってるわ。ラスベガスの、あれでしょうね、多分ね、駅でしょうね。で、多分 B ってあるから、カードバンクも今回あるんでしょうね、また。多分ありそうだな。オクラホマシティとか、その辺の近くに一箇所バンクがありそうですね。いいね。てか、ヤシャ姫が30倍なんだ。ジャックポットは何なんだろう、佐久間だし。はい、ヤシャ姫かわいい。かわよ。え、ちょっと待って、これかわいすぎない?これ。ちょっとリアルに、ちょっと、おかしいよ、このかわいさは。どうかと思うよ、ヤシャ姫。完全にさ、もう、男を誘って。すげえ、上がネクストゴールイーズって書いてるよ。おい、英語できへんねん、俺。やめてくれよ、英語で書くの。ネクストゴールイズ、めちゃめちゃ俺ギリギリやぞ。次のゴールはってことでしょうね、多分ね。うん。ま、さすがにそれぐらいわかるぞ。バカにすんなよ、お前。あ、やっぱり、ほら、さっき2ってあったでしょ、新幹線じゃない、なんか、飛行機の上に2って書いてあったでしょ。多分、急行使ったら、あれが書かれるんだな。今のサイコロの数が上に書かれるってことなのかな、多分な。電車の色は青だから、青で4はおかしいもんな。4P なわけないもんね。いや、ちょっと待って、これ、そう、これ、チラッと見ててんよ。これ、すごいな。これ、この、丸のさ、駅とか今までなかったよね。丸型にこう、やるやつとかね。操作独特じゃないといいけど、大丈夫か、これ。まあ、多分、普通に、上下左右だけでいけますよね、多分ね。すごい。こんな今までなかったもん、なかったよ。なかったよな、うん。すごい。すーげえ。いや、CRO は絶対 AA でしょ、桃鉄は。いやいや、そう、終わりか。こんだけか、今出てんのは。本当に1分ちょいぐらいかな。そうですね、1分ちょいぐらいですね。うわ、すごいな。ちょっと今やっと見れたけど、すごかったね。すごかったね。はっきり言って5分ぐらいヤシャ姫の話しかしてなかったけど、そしてそれの大部分はカットされてるでしょうね。いや、でも、おそらくジャンヌは、うん、いや、てかジャンヌがいるんだとしたら多分歴史ヒーローは前回と多分大して変わんないんじゃないかな、大きく。ガガーリンとか、ねえ、なんだっけ、プラス駅にしてくれてさらに4倍になるみたいな、なんか、ありましたよね。なんかそういうのもいるんだろうな。
うん、あとエジソンとかね。エジソンが結構ぶっ壊れてた記憶あるんだけどね、確かね。あとあれなんだろう、ショッカー王のゲームとかもちゃんと残ってんのかな、あの目的地がめっちゃ増えるやつとかね。あとはなんか動かないだけ、動かない方がいいみたいなありましたよね。なんか名前忘れたけど、なんとかレース、シャーなんとかレースみたいなやつね、なんかありましたよね、確かね。そういうのも残ってんのかな。あとはちょっとカード気になるな。カードとマップの全貌はすごい気になりますね。マップの全貌がどんぐらい広いかによってリニア周遊のぶっ壊れ方がちょっと異なってくるからな。新作レベルで広いんだとしたら、まあリニア周遊あってもいいけど、そうじゃなくて DS のあのワールドよりも狭いとなればリニア周遊はちょっとやりすぎ感はあるよね。うん、どうなんだろうね、ちょっとわかんないけど、うん、まあそんな感じでしょうか。とりあえず今分かってる段階だから何にも言えないし、考察とかしようがないんだけどね、はっきり言ってね。うん、まあでもおそらく前回の DS のは念頭に置いて、かつそのぶっ壊れだったものを修正して出すっていう感じになるのかなっていう風に思いますね。で、個人的にだけど、すっごい個人的な話ね、もう完全に個人だけど、なんて言うんだろう、ダビングカード売ってる売り場やめません？俺個人的にね、あんまり好きじゃねえんだよな、正直ね、正直あんまり好きじゃねえんだ、ダビングカード売っちゃうっていうのは。なんとなく、うん、まあなんとなくね。まあとりあえず見ましたけど、まあ、こんな感じか。すごいね、うん、すごいわ。すごいし、今年発売って書いてあったね。だから多分今年の、まあ、11月、12月あたりになるんでしょうね。まあ多分年末でしょうから、また出るのは。桃鉄ってね、まあ基本的に年末に出してくる作品なので、まあ、おそらく11月、12月でしょう。多分。はい。で、まあ、発売されたらしっかり、ダウンロード版で買って、ダウンロード版とパッケージ両方買って、まあ、いつも通りというか、令和の時と同じように、まあ、初見で100年動画にしようかなって思います。まあ、その時は、全部俺一人で動かして、まあ、その後コンピューターと戦うのは、まあ、その後後々のんびり5年に1回コンピューター変えるみたいな感じで、それこそやっていこうかなっていうふうに思ってます。で、それまでの活動だよね。それまでの活動どうするかなんだけど、それまでは、基本的に、ネオじゃねえわ。ネオ、モンスト頭入りすぎでしょ。まあ、とりあえずそれまでの活動としては、とりあえず、まあ、15話終わらせましょう。はい。とりあえず15話、リベンジ戦ね。まあ、この後どうなっていくのかを楽しみにしていただきながらって感じでね。うん。なんか時折僕がすごくふざけてますけど、はい。まあ、いつも通りと思っていただければ、はい。いつも通りと思っていただければ。ああ、発作起こってんなって思っていただければね、はい。で、その後だよな。その後どうするかは、まあ、はっきり言って全然決めてないんですけど、まあ、さすがに発売日も、そんなになんか引っ張ることないと思うんで、何月頃っていうのは多分、早い段階で言ってくれると思うんで、一応それも待ちながら、まあ、なんて言うんでしょう。DS 版のワールドを最後にちょっと振り返ろうかなっていうふうには思ってます。はい。なので、15が終わって、もう一個なんか挟んで、ちょっとワールド50年やろうかなと思います。まあ、そんな予定ですね。なんとなくですけど。でしたら、ワールド50年終わって、まあ、ちょいちょいしたら、まあ、どんとこいつが来ると。したら、まあ、令和の時と同じように、ちょっと、最初に100年ガッと遊びます。4日で。はい。4日で100年ガッと回して、どんなゲームかを確認して、で、まあ、いろんなイベントも見て、みたいな感じでやっていこうかな。で、その100年のプレイが終わったら、普通に5年に1回で、その、新作のワールドの方を、まあ、毎日投稿で遊んでいこうかなというふうに思ってます。なので、ちょっとそのあたりは、とてつもない動画投稿ペースになっちゃうんで、通知の方切っていただいて構いません。はい。ものすごく出します。正直言いますけど。4日で70本出ます。動画多分、少なくとも。まあ、前回がそんぐらいだったので、前回がそんぐらいの投稿ペースだったんで、まあ、今回もおそらくそうなります。ので、はい。まあ、頑張ります。頑張りますと言いつつ、うん、見る方が大変だと思うんだけど。僕の一番再生されてる金庫のやつとかもね、そのうちの一本ですからね、55万回も再生されてる。なんであれそんな再生されたのありがとうございますって感じですけど。まあそういうことです。はい。そんな感じでやっていこうかなと思っております。まあなので、とりあえず DS のワールドも出します。もう決めました。はい。もうせっかく今、とんがりも動画出てるので、DS に関してはまあ撮れるでしょうと。大丈夫だよね。あれ、ちょっと皆さんちょっと一回とんがりの動画見て、画質大丈夫かどうか確認してくれません？ちょっと申し訳ないんですけど。
画質あれで問題ないよって言うんだったら、ちょっとワールドやってみ、やっちゃおうかなと。DS 版のやつを先にね、新作が出る前に。まあ7月とか8月ぐらいから始まるのかな。9月とかかもね、もしかしたらね。まあそんぐらいからちょっと始めようかなっていうふうに思ってます。新作の動画楽しみだよって方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょ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 、なんでそれ噛むかな。まあ言い慣れてないもんね、はっきり言って。俺毎回動画の終わりにこんなこと基本言わねえからな。うん、全然言わねえもんな。チャンネル登録してねとか言わねえもんな、全然な。うん、はい、終わっときまーす。はい、というわけで新作楽しみです。佐久間さんありがとうございます。では、発売を楽しみに待ちましょう。